慶本まさみのハッピーモーニング時刻8時8分に今なりましたさあ木曜日のこの時間はデパートやショッピングモールなどで行われるいろんな祭事ですとかイベントの情報をお届けしております今日はですね昨日から始まりました阪神百貨店梅田本店8階模様下の城で行われております阪神の四国味巡りです四国の四県から味自慢のおよそ45 5点が今回登場しているということで行ってまいりました皆さんはこう四国の味というと一番最初に何を思い出されるんでしょうかねまあ,あの香川さぬきうどんこれはねうどん屋さん巡りをされる方も結構いらっしゃいますし大阪にもねいろんなお店が来てたりしますしそうなんですよあの行列ができる人気店の日の出製麺所 来ておりますす会場の中にサヌキうどんですねもうすっごいあのパンフレットを見てる時から美味しそうだなと思ってたんですけれどもあれ何時ぐらいに着いたんでしょうね10時半にはなってなかったように思うんですけど着いたのがそれでももうすごい長蛇の列でした。 わあ並んでるねということで残念ながら昨日これは食べれなかったんですけれどももちろんこれだけではなくてですねいろんなものが来ております同じく香川からはあの骨付きの鶏肉ですねもも肉と胸肉をこうスパイシーな味付けで焼いていて銀のお皿に乗って出てくるあの香川の有名なものなんですけれどもこれは来ております。森さんからいたただきましたやっぱりあの っっていううんだろ味味がすすごい美味しかったですねお肉の味もしっかりするしその絶妙なスパイス加減、うん、これ美味しかったですねあとやっぱり四国というと高知のたたきもちろんありますよ。で阪神百貨店の今最情ご紹介しているのでそうなんです会場の中央にですねテーブルがたくさん置いてありまして立ち食い 立ち飲みどんどんして帰ってくださいという風うになっているので各お店でですねいろんなものを買ってそこでそのまますぐ食べれるということになっております日の出製麺所と,あともう一つね徳島ラーメンが来てたんですけれども徳島ラーメンさんのお店はあのちゃんとした座ってテーブルで食べるという二つの茶屋ですねお食事どころになっておりますで徳島ラーメンが今回はのラーメンではなくて どんぶりできております。徳島ラーメンって、あの白系、黄色系、茶色系って三つあるんですって。で、もともとなんか最初は白系だったらしいんですけど。まあ、あの戦後。茶色系とか黄色系っていうのが出てきて、今結構茶色系が人気なんですね。豚バラ肉を、あのお醤油とかで、こうちょっと甘辛く似たような感じのものが。ラーメンに乗ってるんですよ。なので。結構ボリュームのある感じ。なんですけど、徳島ラーメンって、これがなんと。 ご飯の上にそのまま乗ってそれは美味しいですよね丼になってるんですけれどもうちあのスタッフが昨日これ食べてきたんですけれども結構なボリュームがありましたしっかりした味付けだったって話してましたよ私も会場に行っていろいろ食べましたけどえー、っとね私なんかわかんないですけどもなんか素朴さがすごい好きだなと思ったのがこれ高知の土佐料理になるんですけれども田舎寿司 お漬物のにぎりみょうがのお漬物とあと茄子のお漬物でにぎり寿司を作ったのとたけのこで作っている巻き寿司みたいなのがありましてあともう一つ珍しいのは甘辛くちょっと煮つけたこんにゃくをいなり寿司の,あのお,お揚げさんみたいな形で使うんですよ。なのでこんんににゃくの中にご飯が入ってるんです <laughs> すごい不思議な感じでしたけどでも美味しかったですね。 あとね同じく、まあ、徳島からはハモの天丼が来てたりとかあと高知はね土佐の清水サバ,サバの丼来てました漁師漬け丼っていうんですけれどもこれ効いててねね漬け丼美味しかったです、ね、あとはオリーブを食べさせて育てている牛オリーブ牛があるんですけれどもこれを使ったコロッケがあったんですけれども お肉のじゃがい、ね、もにもすごい映っててちょっとジャガイモがいーーしかったですねだってさっきから「美味しかった」しか言ってないような気にしますけれどもでもまあそうなんですよ「美味しい四国再発見」というタイトルがついているくらいこんな美味しいものがいっぱいあるのねっていうなんか近いんですけどあんまりよくわからないなっていう私の印象だったんですよね。 ありますよそしてもちろん有名なところで言うとあの愛媛のですね霧の森菓子工房さんの霧の森大福ね中にあのふわふわの生クリームが入ってるやつですけれどもこれも朝から行列ができておりましたもちろんね柑橘王国ですから蛇口ひねったらオレンジジュース出てくるよっていうのもありましたしあと鳴ン金時を使ったスイーツこれはチュロス。 線が作っても作ってるものなんですけど、すごい美味しかったですね。そしてなんといってもあの高知の方にとってはもうソウルフードなんだそうです。帽子パン帽子の形してるんですよ。 キャッップでではななくハットの形なんですけどなんかもともとは丸いパンの上にこう多分ビスケット生地かなメロンパンみたいな生地を流して焼いてたらそれがちょっと広がりすぎてつばができたようなこう帽子の形になったところからの始まりということでなのでそのつばの部分はちょっと甘いビスケット味の、はい、メロンパンの上のようなねああいう感じなんですよ。すごいなんか素朴でおいしい <laughs>。 多分きっと小さい頃からこれを食べられるからあーなんかちょっと食べたいなと思われる味なのかなと思いますね。でこれにソフトクリーームを挟んんだスイーツなんかも出てましたあとね一つもう会場に行ったら絶対皆さんに見てほしいのがおせんべいなんですけど薄いすごい上品なおせんべいなんですけど瀬戸内海で獲れた例えば小魚とかエビなんかをこうおせんべいの表面に 置いてそこから焼いてるという一枚一枚手焼きで仕上げているというと、えー、せんんべいというのが来てるんです蔵谷元黒さんというところなんですけれどもこれ初登場のお店でございましてすごいんですよあの。エビとか小魚がまるで魚をあ海を泳いでいるかのようなレイアウトでおせんべいの表面作られていたり私が買ってきたやつは5枚セットっていう今回のために作られたものなんですけど。 あの海の中にこうちょっと海藻がふわふわっと泳いでるところをホタルイカが2匹泳いでるようなレイアウトとかしかもおいしいんですよこれがちょっとあの Twitter とか番組ブログに写真上げときますのでご覧になってみていただきたいなと思います。これははねおすすめあととやっぱりあの野菜ソムリエとしては 四国はですね。野菜王国でもあります。で、高知はですね。トマトの生産がとても豊富で、その日本で初めて、そのフルーツトマト、あの甘いトマトを作ったところでもあるんですけど、西島園芸団地さんというところからプレミアムトマトが来ておりました。これあのミニトマトなんですけど、味がもう本当に濃くって。美味しかった。味見した瞬間に買いますって思わず言ってしまいました。 昨日から始まって3日間っておっしゃってたので昨日今日明日までかなはあの最初のオープンセールということで1パック結構入ってるんですよ結構入った1パックが432円なんですけどこの3日間は昨日からの3日間は3パックで1,000円でした。6パック買いました私 <laughs> 買いいし私すぎだろうってででもね常温で5日間ぐらい持つし あのー、冷蔵庫に入れていただくともう少しもつってお店の方がおっしゃっててもう毎日やっぱりトマト食べるようにしているのでとてもいいですからね抗酸化作用も強いしもうなんかお腹空すいたらパクって食べるようにしてるんですけどちょっと買ってきましたなんなら明日のうちにもう一回行きたいかなぐらいですねはいもう紹介していたら番組が終わってしまうんじゃないかっていうぐらい本当にたくさんおいしいものが揃っておりますので是非行かれてみてくださいあそうだそうだ今の時期で言うと。 シラスも来てましたよシラス丼とかも美味しそうだったあ、シラス丼は大きいサイズと小さいサイズとありましたね、いろんなものを食べたいから小さいサイズとっても嬉しいですよねということでこの時間ご紹介したのは阪神百貨店梅田本店8階催し物上で開催されております阪神の四国味巡りです昨日から始まりまして来週火曜日13日まで最終日は午後4時までとなっておりますのでご注意くだ